ようございます。今回は新しい日の出からのスタートでございます、はい、今ここは三重県の千鳥ヶ浜海水浴場です。はい、今日はね朝日が綺麗に見えるんじゃないかというところで来たんですが、ちょうどねあの大きい雲がねかぶって見えへんかなと思ってたんやけど、いいタイミングでちょっと出てくれてよかったね。綺麗な海。皆さん改めておはようございます。本日は三重県の鳥羽方面を観光していきたいと思います。はい、三重県はね日本一周中いろいろ回っていて、うん、そうだね結構回ったよ ね、うん、どこ回ったかっていうと、はい、花の岩や立ヶ崎、はい、鬼ヶ城、阿吾湾、横山天空テラス、うんうん、二見興玉、はい、伊勢神宮、赤目四十八滝に、はい、四日市の工場夜景か、はい、工場夜景も、ね、3カ所ぐらいから行った、ね、そうだね、いろんなところから行ったよ、ね、あとは泥橋 の、うん、あのトロッコに乗って温泉行ったよね。そうだそうだそうだ、三重県かあれ懐かしいね、うん、であの時に鳥羽方面こっち方面来てなかったんやんな。多分道の駅がないからかな。そうだと思うね。ねっていうので行ってなかったので、今日はこれから鳥羽展望台に天のテラスっていう綺麗に見えるところがあるみたいなので、うん、そこに行くのと、そっから10分後ぐらいに三重県でめちゃくちゃ有名な牡蠣、浦村牡蠣っていう牡蠣がすごい有名みたいで、ネットで検索しても出てくるんですよ。これは食べなあかんやろと、ね、無類の牡蠣好きの私たちからしたら食べなあかんやろっていうところなので、今日は牡蠣を食べてその後登山します。はい、長間山登山です。はい、しっかりと体力つけて登山やっていきたいと思います、はい、じゃあ行ってきまーす。県道128号パールロードはドライブしやすいけど景色がね、そうやな、チラチラ海は見えるんやけど、ずっと変わり映えのない景色やな、ね、たまにね展望台があって、そうやな、さっきもね面白展望台っていう綺麗な展望台やったね。めちゃくちゃ綺麗やった、トイレもめっちゃ綺麗やったで、ね、うん、すごいよな、ね、管理されてて、そういうトイレが綺麗なところが多い多いよな、やっぱり綺麗にしてあるような観光地なだけあって、ね、今日は日曜日なのでドライブの人もバイクの人も多いね。多い多い、安全運転で行きましょう。はい、綺麗綺麗綺麗、もうすぐ展望台着くんやけど、めっちゃ綺麗。これは展望台すごい景色が見れるんじゃないのね、うわすげー、楽しみやな、うん、鳥羽展望台ちょっと期待が高まってます、ね、いいお天気だから。やばい、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、海も透き通ってるもんね。え、なんか久々に展望台来てこんだけテンション上がったかもしれない、ね、めっちゃ綺麗ない。ちなみに向こう側に富士山が見えるはずなんだけど、今日は見えへん、見えなさそうだね。でもやばい、やばいね、すごい綺麗ね。え、見えきたら絶対行ってほしいいいよこれは、こんなテンション上がること久々やわね、うん、これさ、こっち側の海も綺麗やけど、うん、反対側のね伊勢の方もね素晴らしいよ、素晴らしい。あ、待って待って、向こうが展望台あるで。ほんまや、じゃああっちからは向こうが見えるんかな。見えるんじゃない、見に行ってみよう。あそこのプライベートビーチっぽいところすごい良さそう。すごいよね、うん、でもちょっと泳げなさそうな感じがする、うんうん、深そうやし荒そうやし、でもいいね、いい、あそこでのんびり過ごすのもいいんだろうね。ちびっぽ、よかったね、気持ちいいねちびちゃん、なんかバイクの音するね。ちびすけさん変な匂いする何今のもちゃん、何今の天のテラス素晴らしかった、こっちも海山綺麗やったな、めっちゃ綺麗やった。いや最後の最後にさ、あの牡蠣の詰め放題売ってるおじさんが、富士山見えるよって言って見せてくれてんけどさ、わかるから最後動画に一応入れたんやけど、
見えましたか。ちょっとちっちゃかったな。あれは教えてくれへんかったわ、絶対気づかへんかったわ。看板見る限り結構ドカンと見えるのかなと思うけど。あの看板めっちゃデカデカと乗ってたよな。そうそうそう、でも見れてよかった。綺麗な富士山だったよ、ね、もう、うん、雪かかってんのも見えたし。今から、はい、牡蠣食べ放題に。やったー、楽しみです。はい、お腹空いてきたね。お腹空いてきた、もうめっちゃ食べれそう。嬉しい。牡蠣ハッピーハッピー、牡蠣女が出た。っていう文字だけで美味しそうやもん、うん、今回牡蠣食べ放題初めて。初めてやんな。バケツはあんねんけどな、うん、あ、焼き牡蠣、はい、蒸し牡蠣、はい、そしてね、調味料はね、持ち込み自由なんだけど持ってくの忘れました。最悪や、もみじょうろしてくださ、ね、前日までね、顔顔言ってたのに。あんなテンション上がってたのに忘れてた。食べていい？はい、どうぞ。あー、美味しそう。美味しそう。割と小ぶり。いただきます。どうぞどうぞ。激うま。マジで甘い。臭みもないし、歯ごたえがあるというよりかは柔らかめやけど、はいはいはい、もう甘みが半端ない。めっちゃ美味しいわ。どんどん食べよう。お店の人がね、焼いたのを取ってくるとか、うん、配ってくれたりしてるんやけれども、やっぱ焼き加減がね、ちょっと選べないのがあれやけど、それでも美味しいね。美味しい。でもこの小ぶりのとちゃんとした中ぶりっていうのもあってね。で今回ね、食べ放題セット、炊きご飯、牡蠣の味噌汁、お漬物、特製牡蠣フライ、はい、雪見牡蠣っていうのかな、うん、はい、これが雪見牡蠣かな。うん、大根おろしが乗ってるんだね。あ、なるほど。レモンを絞って、はい、ちょっとマヨネーズつけて。うわ、美味しい。カキフライってほんまに美味しいな。ねえ、美味しいよね、カキフライも。なんか焼きガキと匹敵するぐらい好きかもしれない。うんうん、ご飯欲しい。ご飯持ってきてる人もいたね。嘘、ご飯持ってるな。オッケーオッケー。持ってくる、炊飯器。まだいけんで。おいしい。味噌汁もね、ほら。うわ、立派やね。うん。何これ。なんかすごい独特な、独特な味。なんやろこれ。ようちゃんがちょっと飲めなさそうな味。ちょっと苦手かも。あ、ほんま。じゃあ気を取り直して。取り直すな。牡蠣ご飯いただきます。なんかタレかかってる。ちょっと 恐怖になってるよ。ちょっとトラウマなって。ご飯。よう食べてくださ、鉄一杯の限界。いやーねー、お腹いっぱい。でも薬にもっと持ってきてたら、いや本当にまた変わってた。悔やまれるわ、ね、でも美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、今僕たちは出会いの広場にいます。はい、で今日目指すのはここ、標高555メートル。お、上まで行くのね、うん、ボーターはここでおるす。なんでやね。なんでボッチャだけおるすばんやね。頑張るか。頑張る。ここもともと車でも行けるんやろ。ああ、そうそう、ね、有料でね、うん。だからどうかな。はい。はい。3時間。トレーニングしてる。やめたい。迷惑やで。二の腕逆にパンパンになるじゃん。はい、楽しんでいきましょう。はい。もうなんか僕嫌なのにさ、案内板させられてさ、ボータも一緒に頂上行きたいよ。ボータお留守番ね、あんなとこ。大丈夫だよ、行こうね。ついに始まりました。はい、久しぶりの登山。はい、全長 2.4 キロ。あ、2.4 キロか。こうやっ
ってみるとまあ、うんうん、行けるんちゃうか、傾斜次第やけどな、はいはい、と思うけど、まあね、ここ往復で約4時間ぐらい、結構やんな、それで言うと、あ、結構綺麗、うん、苔が、なんか久々の登山ね、嬉しいわ、嬉しいな、いい運動やね、うん、はあ、チビが一番元気やっぱり、おお、幻想的な感じ、よいしょ、まあ、チビはさ元気やけどさ、うん、ボッチャの後がどんどんそうやね、ボッタがすごいよな、おほほほほほ、あ、ぼっちゃん、マイペースでずっとこのマイペースで突き進む、ね、えらいね、よいしょ、はあ、森林浴だ、うん、今だいたい30分ぐらい歩いたかな、うん、結構分岐が続くんやけど、うん、なんか見えるかな、あ、見えてるで、分岐してたとしても結局つながってて一本になってるみたい、うん、あ、ほんまや、うん、今ここの七丁ってところにいるんで行きましょう、はい、はい、なんかのんびり行くといい ね、登山、なんかこの後午後にさ予定詰まってないそう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 、どこどこの道の駅何時まで行かなとかいうのがないからほんまそれ、うん、道の駅気にせんでいいのがめっちゃいいよな、楽だねね、弾丸やったもんね、弾丸やった、もう時間との戦いやったもんだからよかった、あー気持ちいい、うん、ね、さっきワンちゃんとすれ違った ね、2頭ね、結構やっぱりワンちゃんとも登りやすい山なんかも、うん、ね、いい運動になるよワンちゃんもね、ほらうちのワンズも元気ですよ、まだまだ元気ですね、石ころ逃げてるんだよね、もっちゃん石苦手ね、え、なんかくすんな、なんやねんこらふざけやがってウサルさんが、ウサルさんがいるんだ数年で、二人とも余裕、余裕やね、ぼっちゃん余裕やな、涼しい涼しい、はい、ぼっちゃん、はい、よし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 、何のタイムなんこれ、はい、頑張ってるね頑張ってるね、頑張ってるね、ぼっちゃん、はい、ね、よし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 ちょっとやで、頑張ろうな、頑張る、はい、ついに22、はい、そうまで来ました、もうこれで険しい登山道は一旦終了かな、あ、よう頑張ったね、ジミも、もうよう頑張ったね、よう頑張ったけどまだまだいけるよこの子たちはすごいね、うん、なんて言ったって宮島登ってるから ねえ後にも先にもあれが一番しんどかったうわ、いいやん、うわ、うわ、贅沢なベンチ、ね、なんだこれは、あれきっと富士山じゃない、あれ真ん中のやつやんな、そうそうそう、あれ富士山っぽいよな、これこれね、うん、多分富士山やと思うけどな、富士山でしょう家から富士山見えました、もしかしたらあれじゃないこっち側かな、こっち側かもしれない、確かに左側はあの横の山脈とかとあんまり変わらへんからさ、うん、高さ、それで言うとこっちか、こっち側かもしらんね確かに向こう名古屋方面だもんね、うん、ちょっとだけ見てね、うん、富士山でしょう、これは富士山でしょうやっぱり富士山見えました、えばっちゃん、行くね、すごいね、ぼっちゃん、一気に行ったね、もうないよ、嘘、ぼっちゃん一発で4粒ぐらい、早っ、ぼっちゃんマジシャンやん、じゃあこっち、ぼっちゃん、こっちよ、うっ、うかき、これ人間も食べられる、そう、ほんま、もち米しか使ってなくて、ね、猫ハリさんがくれたやつ、ね、うん、食べたら美味しかったはい、
いいね、咀嚼音が。いい音出すね。八大竜王社山頂555メートルまであとちょっと。浅間ヶ岳山頂、ついに山頂に着きました。はい、見てくださいよこの木で全然見えない絶景を、はい、とんでもねえ絶景が広がってると思ってきたぜこっちはよ。涼子さん、はい、これだけじゃありません。もちろん用意してあります。何？歩きましょう。はあ。じゃああれやな、マップに書いてあるなんか皆さん絶景を見ながら、うん、なんかベンチに腰掛けてる感じがな、多分あれだやろうな。あれが木があって見えへんのやと思うので、あれ多分なかったら絶対綺麗やもんね。え、はあ。まあ、そういうこともあるでしょう。浅間ヶ岳制覇。ウリアン100名山？うん、全然違うんか。違う違う、もうこれはうちらのやっぱちょっと怠けた体を慣らすための。なるほどね、はい、準備運動だね。準備運ヨちゃん、ほら、はい、絶景360度の感動が待ってます。細かいな、今疑いの涼子になってるからな。疑っとるぜ、涼子は。さっき騙されたからよ。後ろ見てごらん、あ、でもあ、綺麗綺麗。これはちょっとで、ここはね、有料道路で入ってくるところだから、これはちょっと期待できる、うん、売店もあるしな。まあ、うん、これでちょっと持ち直してくれたらいいけど、うん。二人ともよく頑張ったね。頑張った頑張った。チュールをあげよう。チュールタイム。えい。どうだ、登山後のチュールはうめえか。最高。やっぱこのために登山してるって言っても過言じゃないよね。ほんまやな。ボタはどう。うめえな。なんか味ちげえね、登山後のチュールって。よかったね。みんな、次の動画で、なんか車中居酒屋やるらしいよ。ちゃんと見てあげてね。みんな、チャンネル登録、コメント、高評価してね。僕全く映ってなかったけどね。すごい、坊ちゃん、待って。チリもすごいね。ね。二人とも、体が動かないって言ってるわ。でしょうね。体も動かないし。いえ、
ここどこ？昨日なんかチュール食べてからの記憶がないんだけど。間違いない。疲れたね。ママも疲れたよ。いける。